さあ、お湯や。お湯。ちょろ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 って。よいしょ。一応僕お湯ちょっとまああの6割な7割ぐらいかな。うん。こんだけってなっと。まあいいわ、もうちょっとずつね、ちょっとずつちょっとずつなんやけど、うん。これあのウェルカツでウェルシア。これね、ウェルシア。うん、4リッターやけど、これ1リットルボトルに入れ替えとんやけどね。もうあの、重たいからね、ごっついやつ。もう、入れ替えとんやけど、まあ、ということでいただきます。はい。いやね、ウェルカツ湯でウェルシア。今日19日なんやけどね。まあ、これ、ご覧になっておられる方も20日になったと思うんやけど、20日は 1.5 倍の日。だから、ウェルカツポイントを溜まってるやつが 1.5 倍のポイントで使えるから結構得ないよね。もうそれご存知の方言うたら、もう20日言うたら、なんで今日駐車場いっぱいなんと思ったら、ウェルカツ知ってる方。うん、そのウェルシアが、ツルハ、第2位かな。うん、で、イオングループのウェルシアと、合併するいうことが、この間のニュース聞いたらね。だからその20日のそのやつがなくなるんやろかって結構不安に思ってる方も多いみたいけどね。もう結構便利やから。だからもう日本最大のドラッグストアに、ウェルシアがなるみたいな。いうことでね、何話しようか知らんけど。うん。いや、明日20日やから。急にそれ思い立って。これ。これも結構ね、とろみ。とろみ化粧水なんやけど、うん、まあ、なんか結構便利が用てね、これ。化粧水なんかも、うちのバイクもカーフェのもこれだけで、もうだからほら、純米酒の、化粧水とこれともう掛け合わせとだけで。うん、もうほんまにね、50代になったらまた、まあ、高いって化粧水のそれ縁かもわからんけど、そういうの別に使わんでもね、もうこれ、純米化粧水で。これ、ええ香りしとんよ、これ。うん。挨拶遅れました。いつも、キンポン披露のキンポンです。今日も、フラット動画ということでね、あ、フラット動画、あ、湯上がり動画や。フラット。で、普通の、ハッシュタグの動画はね、きちんと編集しているんですけれども、編集のない無音で、ただキンポンが、思うことを喋ってるだけの、動画なんですが、いつもご視聴いただき、ありがとうございます。はい。いうことでね、もう今日のもういろんなニュース見とったら、これ、これ、このもう、確定申告。そう。確定申告ね、もうなんかブーイングやね、なんか確定申告ボイコットみたいなやつが X とかいろんなところでね、なんかこう、全部、もうそんな国会議員さんがそんなことやったのやったら不明で出すわみたいな。不明。不明、不明、不明、不明。そんなことまかり通るんやろかみたいな。うん、それで出したったみたいなね、うん、話もしてる。真面目にしてるもんが損をするみたいなね。うん、いう話を今日もまあニュースでチラチラ聞いたんですが、はい。いうことでね、今日何をお話しようか思ったら、まあ、これもそうなんです。で、これもそうなんです。全部これね、お水が、関わる話をね、今日はさせてもらおうかな思うとんですけどね。お水。そう、水ってね、よくよく調べたら、液体がこれ、水でしょ？これ、お酒でも、お湯割りでも何でもね、これでもそうなんだけど、液体が水。うん。それで、それが冷たくなって、マイナス0度以下になって、氷になる。固体になる。固体になったら普通は沈むんやけど、うん、重量増して。氷の場合は浮くんね。氷浮く。で、それが固体。それから気体にもなる。うん。もうね、変化していくんね。気体になることはこれ湯気上がったんやけど、これ水蒸気になったよね。うん、これ水蒸気。で、いい香りとか、紅茶でも何でもそうなんやけど、水蒸気になる。はい、これね、形を変化させるんです。これ、水言うたら。よう考えたら不思議やね。形を変化させていく。で、いろいろね、ちょっともう調べてみたら、この水って言うたらね、記憶を持つらしい。記憶。ちょっとね、前からその記憶を持ついうことは、ちらほらそれは知ってたから、水は流動させへんかったら、流さへんかったら、よどんでくるでしょ。器に入れたままでずっと置いとったら、で、腐ってしまう。で、流さへんかったら、水を流したらへんかったら、もう腐って、ボウフラが湧いてっていうことになるじゃないですか。うん。だから、形を変化させるもんやから、動かしたらなあかんねんけど、これね、調べたら H2O なんやけど、たった 12%。うん。H2O いうのは。あとは何しとるかって言うたら、情報キャッチしてるね。それほんまって思うでしょ？うん。それね、調べた方が、もう今は、他界されてるみたいなんですが、江本まさるさんっていう学者さんがいらっしゃって、水は答えを知っているってね。うん。
なんかね、そういう本を、著書を出されてるみたいな感じで、それと同じ内容が、あ、知ってるわっていう、アナと雪の女王でね、オラフが言ってたってやつ。うん。それも同じことをなんか言ってるみたいなんだけど、これね、感情をキャッチするらしい。水っていうの。うん。なんかね、水は、ね、ずっと変えなあかんのやで、いうのは、親からも聞いとったんでね。なんか今でも、お仏壇の、花も、毎日、朝起きたら、近所のルーティーンで、お花の水は毎日入れ替わるように、水は記憶するからっていうことを聞いてたから、毎日ね、入れ替えを、してます。それから、いつもお一日でしてる、アマテラスの神さんのお祭りしてる聖火、聖火も毎日、一旦夜にはお下げしといて、で、朝綺麗に水を入れ替えて、もう一回、献上する、お祭りする。うん。それとこの自宅の方にお祭りしている、お台所の上にある、神さんの方の、のも毎日、小さい入れ物なんですが、その、入れ物もお二つ、全部水入れ替えする。記憶する。だから記憶するから、前日にあったお水っていうのは毎日変えた方がいいっていうことは聞いとったんやけど、でもね、記憶する言うたら、不思議な物質なんやね。ああ、不思議な物質。しかもね、これ波動、うん、波動を映すらしいんです、その波動を。だからね、違う研究結果の方で、このペットボトルに入れたお水を5人のね、人に持たせて、それを、なんか調べたらね、水の成分を調べたら、種類がそれぞれ別々にあるみたい。うん。なんかそう思ったら、水ってすごい、すごい、生物っていうか、個体っていうか、これね、立証実験で嘘か誠かみたいなね、ことなんやけど、音とかね、言葉に反応するらしいんですよ。水って言うたら、水ね。うん。で、例えば、ありがとうとかって、この水に、こう投げかけてやる水が一つと、もう一つの水には、バカ野郎っていうね、言葉。まあ、いわゆる言霊ね。うん、言霊を、こう、植え付けるっていうか、伝えるっていうかね。反応するんね、それ。反応してくる、水が。うん。反応するいうことは、記憶するって言うたらいいんやろうか。認知させるって言った方がいいんやろうか。水がね、覚えてるってことね。うん。だから、それを思ったらすごいなって思ったりします。だから、まあ、なんかね、研究で、ありがとうっていう、ことを唱えたお水は、氷にした時に結晶がね、綺麗に六角形の、石器星かなんかいうやつみたいな、こう、雪印のとかの、それマークみたい。1、2、3、4、5、六角形うん。六角形。まあ、これも六芒星なんやけど、きちんとした、決まったね、きちんとした、雪印の、雪の形にね、なってくれる、うん、綺麗な、結晶になるね。うん。でも、バカ野郎って言った方の結晶っていうのは、なんかこう、ぐにゃぐにゃぐにゃって、いびつな形になってるみたい。うん。で、そう、嘘、ほんまってなるんやけど、まあ、調べて、今、何でも調べられるから、調べてもらったら、うん、そういうのってこう上がってくるから、いや、ほんまなんや、言うてね、思いました。だから、それも、植物を育てるにおいても水が、必要として、水で生きていくから、その水で、パワーを、自ら植物に転写して大きくなっていくから、パワー、なんていうの、フラワーエッセンスとかって言うんかな、うん、その水の力っていうのは、やっぱりその植物にも影響してる。植物に影響することは人間にも影響するっていうことね。うん。よくよく調べたら、人間の体の 70% が水。血液もそうだね。水で体を保っとんやから。同じことなんですよ。だから水は感情を、記憶するっていうか、兼ねてるっていうことやから、だから音に癒されたりとか、美的なことに癒されたりとか、いうのは体の水分が持ってる、その水の部分が、癒されるから、結構血が綺麗になるみたいな感じで、もや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 したりとか、イラ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 するっていう感情が出ると、そこの水の部分にも影響してるから、だから水を、5、6人の人に、5人の人に持ってもらった時にね、うん、どんな風に違うかっていう、考え方で調べたら、
愛とか感謝の、滲み出る人の結晶が、綺麗かったってこと。それと、ありがとうって、よく、言葉に発する、人が2番目に、形が綺麗だった。うん。それから、何々しようねって、いう人のやつが3番目。でも、まあ3番目いうのは、こう、命令形が入ったらちょっとなんか違うかな。しようね。あとね、だから、バカ野郎っていうやつが、対象か、それがもうちょっとぐねっとこう形が歪んでくるみたいなね。で、最後、もうムカつくとか、もうすごい、最終的な言葉ね。うん。もう発言できんけど。うん。だからそういう、波動を出したペットを持って心をこう、伝えたときにね、転写したときに、5番目いうのはもうひねくり返った、お水の、ことになってるみたいな。だから、H2O の形の 12.3% が H2O なんだけど、そこから、後の情報キャッチしたやつが、ぐちゃぐちゃになってるみたいな感じで。だから、もう水ってすごい大事だなと思ったりします。まあ、よくよく考えたら、おみきとかね、お1日に、お酒を献上して、おみきって言うけど、おみきをね、あと、お下がりをして、こう、いただくんですけども、神社とか、いろんなところに行って、おみきのお下がりの時に、ちょっと、ほんわかして甘くて、美味しくなるっていうのは、そういうことかなってね、思ったりします。普通に、同じ清酒を、飲んだ時と、それと、神社とか、お祭りのところに、お捧げして、献上して、そのお捧げしたやつをいただくっていうのは、みんなの感謝の気持ちが、お祭りの時に、そのお酒にね、コピーされてるっていうか、情報がそこに行ってるから、いろんな、感謝の気持ち入ってるから、美味しく感じられる。うん。だから水分、水気のあるものに対してはすっごい反応するみたいね。うん、だから今日は何を話させてもらおうかって思ったのが、まあ、水って不思議な物質。うん、だから、波動を、映す、波動を映す力があるっていうこと。うん、それが人によって、そのお水も変わってくる。いうことになってくると、まとめていくと、これね、ホメオパシーとか言うらしいんですが、自然治癒力、にも関わってくるいうこと。だから、水っていうのは、まあ、結局体もそうなんやけど、自分の気持ちが癒される、考え方になっていくことによって、自分の体も健康になって、病気になりにくい体になっていくということと、あとは、まあ、アロマセラピーなんかもそうなんですが、脳もすべて、水が多いんですが、その、心、脳と心の部分が、水との関わりが、非常に多いということかなって思ったりします。もう血液自体が 90% が水ってことになっとんやったとしたらね。うん。だから、ただ単に、水っていうことじゃなくて、体に関わるもんやから、うん、もう、水が合わへんわ、とかっていう言葉があるようにね。うん、それなりに、合わへんは、うん、それぞれあると思うんですけど、もうね、科学的に言うたら水も軟質があって、硬質があってって、あるんやけど、それ以外の、この違う部分、言葉によって結晶の形が変わるっていうね、ところを、やっぱり見てみたらね、水は情報を記憶する。うん、っていうところが今日のまとめかな。うん、水は情報を記憶している。うん、逆に言うたらなんか怖いね。うん、だからやっぱりトイレ掃除も毎日してるんやけど、水はもう綺麗に流してまた新しく水を入れ替えて、うん、次々と違う、情報が入って、綺麗な、お水の中でね、うん、水蒸気にもなったりするしね。うん、そこで生活していくことに努めていくことも大切かなっていうふうに、思いました。はい、今日もね、最後までね、持論の話、自分の考え方の、フラット、動画ということで、思いのままにお話しさせていただきました。最後まで、ご視聴いただき、ありがとうございました。ほんなら、また。では、おやすみなさい。それと、いってらっしゃい。はい、今日も、何喋ったんか、適当なんやけど、でも真剣なんです。